16日、夜の広島市と新聞ニュース、号外でございます。本日ね、床田投手がね、11勝目を挙げ、まあ、投打にね、渡る活躍でしたけどもね、11勝目。そしてね、また、割とね、苦手として中日ドラゴンズに対して、ね、2対0でね、勝ったということでね、もう昨日すでに、クライマックスシリーズ確定をしておりますけどもね、今日も勝って、まあ、ベイスターズも勝ったわけですけどもね、1.5 ゲーム差でね、2位をね、死守しているという状況であります。で、一方でね、ベイスターズがジャイアンツに勝ったことでね、ジャイアンツね、もうあと1個負ければね、B クラスということでね、まあ、もう正直言ってね、まあ、ベイスターズにね、クライマックスシリーズに、ね、出てこられるとね、ちょっとかなりね、カープ厳しいかな、というところもありますんでね。ただね、ネガティブなことを言っててもしょうがないんでね、一つ一つね、確実にね、勝っていってね、頑張って、もらいましょう。ね、まあ、クライマックスシリーズね、記念のね、セールもね、始まりましたしね、ということで。さてね、広島県内、暗いニュースというかな、福山市でね、また、小学校の先生がね、勤務先のね、学校でね、10代少女の下半身を撮影というね、まあ、とんでもないね、事件がね、発生をいたしました。これ自体がね、とんでもない、ことでされますけどもね。この先生もね、あのね、平川県教育長の名前で処分されるのですか、ということがね、だと思うんですよ。いや、そらさ、ね、ね、いや、この先生はね、それはね、事実だと、この容疑がね、事実だったとしては本当にとんでもない犯罪だ、ね。しかも学校という場所でですよ。しかしね、じゃあ、平川教育長の名前ですよ。ね、地方自治法違反、官製談合防止法違反。これがね、もう完全にね、外部の調査でさえもね、認定されてるね、人間の名前でね、処分を受けても、これ閉まらないですよね。ほんと閉まらない。ね、県費ね、負担教職員制度により、ね、政令市以外の市町村立学校の教職員の人事権は県ですね、平川教育長になりますか。当然ね、懲戒免職かなんか出るとしたらね、平川ね、教育長の名前、広島県教育長平川ね、名前でね、出すわけですよね、証拠ね。閉まりませんよね、これじゃね。だから言わんこっちゃないんですよ。ね、湯崎知事はね、ほんと平川教育長を罷免しておくべきでした。ほんとね、これからもこういう事件起きてきますよ。で、そこの時にね、また平川教育長が処分。ほんと閉まらない。でね、結局ね、だんだんね、ダーダーになってきますよ、現場の先生もね。結局教育、広島の教育が崩壊するということにもなりかねない。やはりね、平川教育長。もう今すぐね、罷免しておくべきだった、罷免すべきです。で、議会もね、教育長の辞職勧告決議、これを出しておくべきでした。まあ、いかにね、広島県議会、仕事をしない県議会、ではありますけれどもね、他の自治体でもね、教育長のね、辞職勧告決議ぐらい、いくらも出てるんだからね、アレンジして決議するという手もあったろうと思います。今からでも遅くないです。やっていただきたいと思います。それからね、円のね、実質実効為替レートがね、1970年並みに、ね、なったというニュースもありましたね。本当あの頃はね、だからその、表面上のね、1ドルでね、140円とかね、そういうね、数値以上に、ね、これ深刻なんですよ。あの頃はね、1ドル、70年頃は1ドル360円だったんですよね。で、日本は最近全くね、給料上がっていないんです。だから、表面上ね、名目で140円であったとしてもね、1ドル。日本は給料は全く上がっていない。ね。アメリカの方が 2.5 倍とか。ね。あるいは他のね、まあドイツですよね。まあ中国なんかもっとバーンと上がってますよね。いろんな国みんな上がってるわけですよ。ね。EU だってそこそこ上がってるわけですよ。ね。日本だけですよ、こんなに給料上がってないの。だからね、結局実質的なね、円のね、実力っていうのはね、だからもうほんとね、結局、1ドル360円ぐらいのね、感じになっちゃってるわけですよね。だからそのことをね、背景にね、ジャパンイズチープという状況。だから日本は安いと。ね。諸外国から見て安い。だからそれ外国から観光客どんどん来るけど、これがね、実は本当にいいことかっていう問題もあるわけです。日本がね、あまりにも安すぎるという問題ですよね。結局これらね、この30年ぐらいの労働者を虐待すぎて、ね。だから給料がね、たったらね、非正規に置き換えていく。ね、そういうことをね、にね、
大手企業の経営者も依存してきた。で、諸外国の企業と比べるとね、ああね、この30年の日本企業って、特に大手企業って、ね、新分野の開拓とかね、技術開発なんか、すごい怠ってきたわけですよ。ね、大学なんかもボロボロですしね。うん。そこをやっぱりね、ちゃんとね、直していくということをしていかないとね、もうこれね、日本ね、大変なことになっていきますよ。ね。ああ。もっとね、やっぱり、ここはね、真剣に、ね、考えていかなければいけないと思います。まあ、金融をね、緩和しすぎたからね、円安になったっていうのは、それはそうなんだけどね。ただ、それだけじゃないんですよ。結局ね、このね、やっぱり、趨勢っていうかな、そういうものがある。ね。うん。日本経済がね、長期的なファンダメンタルズ。ね。これがね、基礎的な状況、非常に悪くなってると。ここをやっぱりね、直していくということは大事だしね。まあ、広島なんかもそうです。本当は新しい産業とかね、新分野の開拓とかね、技術開発っていうのはね、本当にね、やっぱりされていないという状況。これをね、やっぱり何とかしていかないかんと思いますよ。ね。まあ、本当民間企業とか民間の大手企業で要せんのであればね、国がしっかり主導してやるとかしていかないとね、またね、結局、それからね、あと、労働者に対する給料もケチってたからね、それは若い技術者なんかどんどんね、若い人材にどんどん行く。ね、介護なんかでもね、若い女性なんかどんどんね、神奈川に行く人になる。ね。それね、実は少子化ってのも万国共通なんです。だけどね、人が流出してくるのはね、やっぱり広島県。まあ、本当に非常に深刻です。日本もね、やっぱり深刻です。で、外国人労働者もね、そう一定来てるけど、結局日本人もね、どんどんね、流出していく。あるいは外国人労働者もね、日本が敬遠していくみたいな状況があってね、非常にやばいと、いうことじゃないのかなと思いますけどもね。うん、まあ、そういうことでね、皆さんね、本当ね、ここをね、ちゃんと危機感をね、持っていくということが大事なんじゃないかなと思うけどもね。まあ、広島瀬戸内新聞はね、2025年ね、11月のね、広島県知事選挙を前にね、あなたの手に政治を取り戻し、広島の水と食べ物、福祉、介護、医療、教育、つまり交通、そして、ね、働くあなたの広島庶民革命をね、呼びかけます。ね、県民やね、現場でね、苦しむ人々をね、さらにね、苦しめるね、平川ね、湯崎知事とね、平川教育長がね、広島の政治を取り戻す。ね、そのためにね、広島県知事選挙に手を挙げたいだと。広島県議会議員選挙に手を挙げたいだと。佐藤までね、ご連絡いただければ幸いでございます。そして私、佐藤のね、政治活動をご支援いただける方はね、ぜひ個人献金をね、お願い申し上げたいと思います。皆様のね、お役に立てるようね、大切に活用させていただきます。選挙 .com の方からね、ぜひね、していただければと思います。また直接講座で、私まで、ね、お問い合わせいただいても構いません。まあ、以前していただいた方にはね、お知らせしていますので、そちらをね、活用していただいても構いません。どうか伏して、ご協力、お願い申し上げまして、本日のね、放送を終わらせていただきます。最後まで、ご視聴ありがとうございました。